ほー、沙織です。乾杯。はい、ヨシークラフトワールドをやってきます。前回ね、無事エンディングを迎えることができたわけでございますけど、なんかシークレットコースがね、なんかできたとかって言ってたんでね、ちょっと見に行ってみましょうかね。はーい、始めましょう。ほい、お、早速、お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 、下にコースが伸びてったけど、おー、おー、すごいすごい、これがシークレットコースですかね。はっはっ、おー、帰ってきたね。帰ってきたというか、ん、これはどこに降り立つのか。はい、これあれですよね、エンディングで乗ってたやつですよね、多分ね。船降りてきましたと。あ、そっかそっか。お、なんか喋りかけられました。そっかそっか、なんか多分ヨッシーがもともと住んでたところにみんなで帰って、でまたこっちにやってきたっていう感じなのかな。冒険に来たみたいな感じ。うんうん、クラフトンがなんか箱から顔を出しておりますが、ねえねえ、君ヨッシーだろ。喋りかけられたよ、やっぱり。なんやなんや。あ、ちっちゃい、ちび、ちびや、クラフトンちび。おいらはクラフトンキット。お、子供のクラフトンや、かわいい。かくれんぼで勝負しない。お、なんだって。今からいろんなコースに隠れるから全部見つけてよ。探し物に引き続きまして、次は自分を探せと、かくれんぼと。なるほど、ヨッシーに探してほしくてたまらない感じですね、クラフトンは。じゃあ行くよ、スタート。お、さよなら、行ってしまった。クラフトンかくれんぼ。クラフトンキートがコースの中に隠れたようです。見つけたら卵を当ててみよう。まあ、コポチと同じような感じですかね。発見っつって卵をぶち当てる感じですね。了解しました。見つかったら当ててみましょうか。おいで。で、ここは、ここなんやろ、選べた。ん、ここなんなんでしょう。あ、ここがあれか、ヨッシーたちの広場になっておりますね。広場というか、あのエンディングで宇宙船に乗ってたヨッシーがここに泊まっているっていう感じなんですね。ヨッシーを選ぶのコーナーが宇宙船に変わりました。なるほど、まだ使ってないヨッシーで行く。じゃあ、じゃあピンクのヨッシーで行こう。はい、着替えましょう。そういえば、あ、そっか、新しい着替えがあるけど、とりあえず電球、豆電球でいきます。新しいやつね。またあれか、コインが溜まってるような気もするから、はい、ガチャポン引きに行こっか。それもいいね。それから始めるのもいいね。そしてこっち、あ、こっちはトレインランド。なんか道がね、広がってましたよね。どうやって行くんやろ、マップ。あれ、なんかさっき下にね、コースみたいなの出てましたけど、どこなんやろうね、シークレットコース。あ、ここの下かな。あ、ここや、ここや。そっかそっか、じゃあスペースランドから下に枝分かれしてコースが進めるようになってるっぽいですね。じゃあ早速シークレットランドに行ってみましょうか。なんかクラフトンキットを探せみたいなのもあるけど、まあ皆目見当がつきませんね。クラフトンキットここにいるよみたいなマークさえ出てないから、マジでどこに隠れてるかわからへんのかな。それか各コースに隠れてるのかな。各コースにクラフトンキットが1匹ずついるとか、そういう感じ。へえ、わからんけど、まあとりあえずスペースランドに飛びます。ほいで、こっから下に、はい、行くとシークレットランドみたいなので、シークレットランドに行ってみたいと思います。難しいよね、きっと。きっと難しいと思うな。おや、いきなりガチャポンやぞ。いきなり回せる感じ。お、あれじゃない、最後のラスボスじゃない、すごいレアのやつ。そんな感じですよね。え、ちょっと待って、コポチコポチコポチとポチがいる。めっちゃ可愛いねんけど。コポチとポチのやつ、あれノーマルやけどめっちゃ可愛いねんけど、あれ欲しいねんけど。でもあれノーマルやから弱いよね。弱いやろうけど欲しいけど、全然コインないやん。もっとコインあると思ってた。一回ぐらい回せると思ったけど、一回も回されへんわ。残念。じゃあ、行ってみましょうか、シークレットランド。はい。お、いつものやつ。あれ
なんか初めて見ましたよ、このクラフトン。サングラスかけてなんか怖いんですけど。浮かれてる感じかな。なんかパラダイスな感じですね。うげきが出ない。この島のてっぺんに行きたいんだけど、スペシャルフラワーさん10個もらえないかな。この島のてっぺん、てっぺんってどういうことなの。まあいいや、あげましょう。30個。あ、いよいよなんかフラワーが枯渇してきた。30個あげたらもう26個になっちゃったね、残りが。これはフラワー集めもやっていかないといけないかも。いよいよ、あ、浮かれているよ。このクラフトンはアロハな感じですよ。ありがとう、元気が出てきたぞ。ほいほい、よっこらしょ。あ、おっきいデブの方のクラフトンでしたね。ってことはなんかあれかな、ボス戦的な感じなのかな。どんなコースなんでしょうね、シークレットコース。ふう、ダメだ、やっぱり力が入らない。もっとスペシャルフラワーがないと。あ、そうか、どんどんスペシャルフラワーいる感じになってくるんやな、これきっとね。次は何個かはまだ出てないね。とりあえずこのシークレットランドをクリアしたらまた次に進める感じの流れでしょうかね。いや、シークレットランド難しいと思うので、多分もう今から言っときますけど、私多分死にまくるので。自信があります、多分死にまくります。なのでちょっと一個ずつクリア頑張っていきましょう。一動画で一個のクリアを目標に。頑張っていきたいと思います。じゃあ早速踏ん張りどころなの、ここが踏ん張りどころっていうコースをやっていきましょう。難しそう、あれ絶対落ちたらあかんやつやんね。空中のコース苦手。はい、始まりました、シークレットコース。可愛らしい感じではありますけども、いきなり足場がないです。はい。気合を入れてこう。これ回るんじゃない。あ、回らんわ、大丈夫やわ。あ、回る回る、やっぱり回るわ。踏ん張りどころ、ちょ結構激しく回るな、これ。わ、怖っ。こっちこっち、あ、そうか、踏ん張りジャンプをいっぱい使うから踏ん張りどころっていう意味なのかもしれない。このハテナどうやって当てんのやろ。めっちゃむずないかこれ。早速。無理、ハテナ当てんのが激ムズやぞ今回。ほら、無理。あ、いけた。あ、あかん。あかん。ハテナ当てることさえこのコースはままならないっぽいね、どうやら。で、あんなとこにフラワーあるから、あれも卵で当てるんでしょうけどね、きっとね。難しいよ、これ。どうやったらいいかな、止まってられへんかな。あ、当たった。しかもハート、早く取らなきゃ。あかん、落ちてしまった。あん。うわー、難しいわこれは。で、あのフラワー当てるにはまた多分卵で当てるんでしょうけど、あれもかなりむずそうやな、当てんのが。ほんで落ちるな、これやばいな。こっち行こうか。あーん、よいしょ。ふー、とりあえず落ちずに来れたけど、フラワーがね取れなかったね。しかもさっきのハテナ雲も当てときたいけど、こっから当てれるかな。あ、食べれへん。はい、あ、食べれへん。もう何してんのさっきから。食べれた、よし。これはこっからは当てられないな、多分。あー。これむずいって、無理やって。卵で、え、ちょっと待って、一発アウトなんこれ。落ちたら一発アウトなんや。へえ、そんな。そんな、これはさ、フラワー当てたりハテナ雲も当てたりしてる余裕が私にはないような気がしている。めっちゃむずいやん。さすがスペシャルコースですね、激ムズですよこれ。やばやばいって。これ当てとく、無視する。はー、ハートやもんな、これ当てたかって。もう当てとくかって言って無理やったな。あーん、激ムズ。あー、カンカン。ちょっと待って、これほんまにさ、クリアを目標にいかないと、このようになんか寄り道というかフラワーを取るとか言ってたら、ほんま一生クリアできひんような気がしてきたな。ちょっと待って待ってくださいよ、一発アウトってどういうことです、ほんまに。ちょっとこのハテナはとりあえず無視しよう。で、フラワーもこれ当てんの激ムズやからきっと。よいしょ。どうやって当てんやろ、マジで。あ、惜しいな。
あ、取れた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 、まぐれまぐれまぐれで取れた。よっしゃ、ちょっとなんかやる気が満ち溢れてきた。あーと言ってたら落ちる落ちる落ちる、ちょ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 、いや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 、フラワー取れたから死にたくない死にたくないねんけど、マジでマジでマジで、はーん、あかーん、もう一回、よしよしよし、あのフラワーはなんとなく取り方が分かったような気がするけど、でも2回同じことができるかって言われたら結構疑問です。何してんだろう何してんだろう。よしよし、落ち着いていきましょうね。はい、卵にして、で落ち着いて飛んでいく、ジャンプ踏ん張りジャンプで落ち着いて踏ん張っていく。ほんでできれば、はい、ヘイホーは食べたいけど、食べれなかったらやむなしやむなしやむなし。でここで頑張ったらフラワーが取れるんですけど、マジで頑張ったら頑張ったらね、あっと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 、諦めるかとりあえずクリアしようクリアしよう。パタパタヨッシーね、死にまくったら勧められるんですよ、パタパタヨッシー知ってるっつって羽生えてるから落ちにくいよって。そんな誘惑には負けませんよ。どうしてもクリアできそうになかったら考えるかもしれへんけど、まだ今のところね、進むだけに関してはフラワーとか全て全無視する感じでいけばクリアはできるんじゃないかなと思ってるんですけど、どうですかね。よいしょ、うっとっとっと、危ない激危ない。一回だけやる？やる？やめとこやめとこ、あはは、わかんて、フラワーにめくらんだ、あかんて。もう行こう行こう行こう、次に行こう次に。よし、ここまでやってきた。フラワー無視します、無視します、取りたいけどやりたいけど無視しましょうね。取れなかったからね、進もう先に。ちょっと待って、これめっちゃむずない？次の台めっちゃ高くにあるんやけど、あーこれだこれだけどこれだけど、よいしょ、はい、でこれ下下ですね、でこう、ほいで足場、よし久しぶりの足場オッケー、ハテナ雲もあったけどちょっと無理っぽいので、このまま先に進みたいと思います。これこっちこっち、なんなん、一生もあんねんけど、どうしたらいいのこれ。当てなくも、当てられへん当てられへん当てられへん、無理。よいしょ、じゃあこっち、ちょっと待ってちょっと待って、はい、あ、これた、あー、あんなところでヘイホーがフラワーを持ってたけどマジで当てれる気しひんな、これ。よいしょ、ほんでヘイホー踏んでいく感じちゃうこれ、激ムズやん。よいしょ、あーむずー、あーふぅ、さてさて、こっからですよ、こっからがマジでクリアできる気がしないけど、こうやって頑張って踏ん張っていけばいけるんでしょう、きっとね。ほんで、こっからも踏ん張っていけばいいよね、きっとね。踏ん張っていけばいい？ダメ。あ、なんとかこれだ。これだ。で、こっからよ。ここよ。ここがまだ先行けてないもんね。これこのまま踏ん張ったらいけんじゃない？いけたいけたいけた。いけたぞ。よし。進もう、先へ。先へ行こう。赤コインは頑張ったら取れそうやぞ。よし。はい、取れた。よし。はい。小休止小休止、うわ、こっからは足場が、あー怖い怖い、ヘイホ怖い、ヘイホ怖い、あ、やだ、いやー、うー、よしよしよし、これだこれだ、はぁ、死にすぎ死にすぎ、マジで死にすぎている、今まで。よいしょ、はい、この足場まで来ました。で、そうやな、あのヘイホなんか食べときたいところですよね、多分食べといた方がいいよね。あ、食べた、よし。で、こっからはほんまに足場が狭いから、気をつけて気をつけて、くるりん
また戻ってきました。よーし、頑張ろう。頑張るだけでいけるかわからんけど頑張ろう。よいしょ。落ち着いて、落ち着いて、落ち着いて。くるりん、くるりんしてしまう、なんか。無理？無理かな？無理か。はい、来ました。よし、よしよし。はい、くるりんしないように気をつけよう。ちょっと、ちょっと。はい、こっち、こっちね。こっち、よし、よしよし。で、こっち。よしよしよし、大きくなってきた足場が。ここから落ち着いて、こっちに行って、こっちに行って、ほんで、でっかい足場に行って、卵がないからタイムアタックとかは諦めて、てかタイムアタックとか可能あれ無理じゃないこれは。てかもうほんまにフラワーとかさ、全部集める自信が皆無ね、この面に関してはね。ちょっと待って、これどうやって行くんやろ。どうやって行くの次。ヘイホー食べるよねこれ多分。食べた方がいいよね。もう死にたくないわ。ここまで来るのも結構大変やもん。で、こっち。で、次左。待って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 、落ち着いて。左。いやいやいや。こっちに戻ろう。右。はい、左。よいしょ、乗った。ああ、乗れなかった。落ち着いて。落ち着いてか。よいしょ。はい。よし、よし、よし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 、はい、あー、これだ、足場。汗が、手の汗がやばい、ずっと踏ん張りジャンプしてるからさ。あー、よいしょよいしょ。おいで、こっち。平行踏んでこう。よし、ほい。あ、ゴール、ゴールがあっちって書いてある。こっからどうやって行くの、どうやって行くの、これ、ハテナ当てた方がいいんかな。ヘイホーがいるけど、あ、ヘイホーを足場にしていくタイプこれ。無理やねんけど、そんなん。ちょっと待って。ちょっと踏ん張りで行ってみよう。踏ん張りで、踏ん張りで行こう。あ、踏ん張って行ったらいけそうじゃない？いけるかも、いけるかも。あ、いける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 。いける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 。よっしゃー、クリアー、イエーイ。めっちゃ嬉しいねんけど。ちょっと待って、めっちゃむずい。めっちゃ難しかった。シークレットコースってやばいなこれ。へー、あ、赤コインは割と集まったんじゃない？うん、フラワーとかどうやって集めんのフラワー。はい、なんとかかんとかクリアしました。おいで、多分ここでフラワーは足らんような気がするよね。元気が出ない。30個や、足りひん。初めてスペシャルフラワーが足りなくなりました。やべえ、あげたいけど足りなかった。これさ、結構まだ続くのかな。まだあと 1,2,3,4,5、 あと5個ぐらいコースがありそうですね、シークレットランド。やばい。あ、そういえばさ、このシークレットランドができたのと、あとボスにチャレンジできるようになったよとかってクリアした後言ってたよね。それどういうことなんやろ。どっかのボス戦に行ってみるか。一番簡単なボス戦ってどこやろ。ボス戦最初はどこから始まりましたかね。ここか、コンドルランドかな、最初のボス。どうでしたっけ。ウォーターランド、トレインランド、そこやんな、多分そうやんな。このコンドルランドのボス、対決空き缶バード、これが初めてのボス戦。これでチャレンジできるようになったよって言ってたけど、あ、そういうことか。ほら、なんかチャレンジが出てますね。1分25秒までにクリア、ノーミスでクリア、ボスの顔が赤い時磁石をつける。何それ
ていう、こういうチャレンジが登場するということですね。ちょっとやってみようか。はい、じゃあ、はい、ボスにチャレンジ挑んでみたいと思います。コントラランド、ほんまに最初の方やったから、そこまでボス難しくないと思うんですよね。多分、ノーミス、ノーミスいける？ノーミスと赤い時に磁石をつける。あと、なるだけ早く倒すってことだね。ちょっと挑んでみましょう。はい。始まりました。これどういうやつやっけな。え、どうやったっけ。やり方そもそも忘れたからさなかなか難しいかもしれないね。時間制限はノーミスは頑張ったらいけるか。うん、こういうのを避ければいいからね。ほんでよいしょ。あれこれで、そっかそっか、この間にくるりんぱ。ほんで赤い時に磁石を当てる。あ、この時か。この時に磁石を当てるのね。磁石ないな。磁石欲しいな。うわ、怖い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 。磁石は、え、どうしたらいいんやろ。磁石だってないよね、この時。磁石ない。磁石ってどうやって出るんでしたっけ。あれ磁石、磁石、磁石。磁石ないぞ。あ、そっか、チュウさんが磁石を持ってくるのね。あれ磁石ゲットできず。ちょっと待って1分25秒以内ってもう無理やんな。全然モタモタしてるな。やば、全然ダメや。ノーミスはいけるかも。待って待って、チュウさん、チュウさん、チュウさんちょうだい。で、今んとこノーミスではあるね。ペットをペットして、あ、ちゃうちゃう、あ、間違えた間違えたすごいどんくさい、なんかどんくさい私。はい、よし。あ、もう時間は無理や。赤い時に磁石を当てるってどうするんやろう。マジでチュウさんの磁石をどっかに置いとけばいいんかな。2個磁石を貯めとけばいいかもしれないよね。はい、チュウさん来てほしいな。おうおう、跳ねるんですかね。よいしょ。あー、ノーミスはいけるぞ。チュウさん、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 それあかん、それ私も。ほんでこの間になんか磁石をここに捨てとくことはできる。あ、できるね。磁石貯めとくことはできるっぽいな。まあでも、あ、やばい、ノーミス。ノーミスも無理になった。そっか、磁石貯めとく。あ、今ので、赤い顔の時に磁石を当てるやり方は分かったような気がする。ただ一個もクリアできてないな。ノーミスいけるかなと思ったけどな。ダメ。何もできず。1分25秒めっちゃむずない？めっちゃむずいよね。よし、じゃあもう一回行ってみましょう。はい、もう一回やりましょう。よしよしよし、この磁石が大事ですよね。まずね、もうね、ペッとして、よし、時間頑張ってやろうかな今回。ノーミスと時間は頑張ったら何とかなる気がするんですよね。磁石は貯めとかないといけないっていうのがちょっと難しいよね。赤い顔の時に磁石っていうのがなかなかね。それと時間はちょっと無理っぽいな。一回で全部の条件を満たすっていうのはなかなか難しい気がするね。チュウさん、チュウさん、ここでチュウさん、チュウさん、はよ、よいしょ、オッケー。ねえ、この顔が赤い時って今も顔が赤かったけど、ほい、よし、ノーミスと時間はなんとかこれで、あと1回ですもんね、当てたらいいから。よし、顔赤い時な、挑戦したいけどな、この時ですもんね。キューさんの磁石をね、うまいこと置いとくんでしょうね。あ、やばい、時間も結構きついぞ今。やばいな、無理かもな、時間ちょっと無理じゃないこれ。チュウさん遅いんですよね。
ミュウさんが磁石をくれるじゃないですか。あれ以外にも磁石ってどっかで手に入んのかな。あ、チュウさん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 、それ、ダメ。ノーミス、ノーミス、ノーミスだけ頑張っていこう。頑張ってノーミスだけでもクリアしよう。むずっ。ちょっと待って、ちょっと待って、間違えた。あー、全部無理になっちゃった。マジで、マジで。じゃあちょっとさ、ここに磁石置いといて。あ、あかんわ。そう、置いとかれへんわ。この時に赤い顔って今も赤い顔？今当てるんかな。ほっ、何もあかんよね、今も。チャレンジも激ムズなんですけど。どうやってやんねやろ、赤い顔の時。無理でした。そう、もう全然あかんやん今日。見せ場ゼロじゃない今日。いつもないか。どうしよう、もう一回行く。いやでももう飽きたな。なんか飽きたぞ今。なんか何でもない面に来てみたんですけど、押してみたらかくれんぼっていうのがある。だからやっぱり全てのコースにクラフトンキットが隠れてるっぽい。やばないそれ。すごいな、コースめっちゃいっぱいあるやん、ヨッシークラフトワールド。全ての面にまた隠れてんや、あいつが、クラフトンキットが。すっげー、これ永遠に終わる気がしないんですが。ねえ、はい。まあ何にしても、ちょっともう一回戻るか。よいしょ、シークレットランド戻ってきましたけど、何にしてもフラワーが足りないんですよ。30個いるのであと4つ足りないので。次回までにフラワーを貯めておきます。ほんでまた次も難しいんでしょうね。はい、こんな感じで1動画につき1コースのクリアを目標に、はい、シークレットコース次回も頑張りたいと思います。やばい、難しい。というわけで見てくれてありがとうございました。またね、バイバイ。